言ってましたね今なしで。今日もヤギが可愛いねマリリンさん、あー可愛いジュースありがとう。そうなんですよ、あ福岡もあったし昨日もね劇場だったんですよね。なので皆さんにたくさん会えましたね今週は。今週は楽しかったです。あずちゃんお話し会取りました、やったー、よく頑張りました、ありがとうございます。福岡も劇場も来てくださってる方もいてありがとうございました本当に。でも劇場すごく緊張というか緊張したし大変でした。はい、なんかやっぱ17期生さんと私たちのなんか移動の仕方とか若干のニュアンスの違いとかがなんかリハーサルをしててたくさん見つかったんですよその日の朝に、朝昼に。だからちょっとすごいテンパりましたねその日の夜が、夜じゃないその日のリハーサルで、あやばいやばいやばいみたいなとかありますねとか、先輩とぶつかっちゃったら大変なことになるとか思って、なので緊張しました。それも含めて緊張しました。やっぱ動線が違うのはまあそう大変でしたね。いつも行ってる方向とかが先輩前通るとか後ろ通るとかがやっぱ違うので大変でした。でもすごく先輩方優しく教えてくださって心強かったです。優しかったです本当に。皆さんありがとうございます。先輩こうやっていていろ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 感じましたね。やっぱなんか18期とは雰囲気も違うなって思いました。あカッサさんありがとうございます。ミラーボールダランツツツツありがとうございます。そうキスマンとか結構キスマンはねリハーサルでもちゃんとあれしましたね、確認振り確認っていうかはしましたね。なんかここの時にいつも18期でも結構ぶつかっちゃうことがたまにあるので、あれねだって後ろ向いてさいけないからさ移動前向いてこうやって移動するじゃないですか。それがすごい怖くてたくさんそれもリハーサルしましたね。どうでしたか皆さん見てくれたかな。しっかりパフォーマンスして笑顔でし、ありがとうございます。ゆみさんこんばんは、みっちさんこんばんは、劇場公演輝いてました、ありがとうございます皆さん。あ、すしおさんありがとうございます。くまゆうすけさんも可愛い、ありがとうございます。しゅうかさんもペンライターありがとうございます。控えめに言って最高でした、ありがとうございます。オンデマで見たよ、 ありがとう。こんばんは、こんばんは、ゆうまさんこんばんは、かわいい、ありがとうございます。今日もかわいい、好きです、ありがとうございます。フォロワー、そう、6000人来ました、ありがとうございます。やった、なんか劇場公演、あ、でも昨日は17期生さんのファンとかが多かった、やっぱ多いのでそれでフォロワー増えたのかわかんないけど昨日と今日で結構増えましたね、ありがとうございます。嬉しい。メール来ました、そうメールさっき打った、本当にさっき。そうなんですよ、嬉しい。スクショしましたよ6000人の時、パシャって、あ来る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 って書いてやりました。メール読んで戻ってきました。メールって通知来るんですか、
じゃあみんな見れてんだ、すごい、ありがとうございます。でもさ、あのめっちゃそれもあって遅れたんですけど、やばいやばいと思って、ちょっとめっちゃあのご飯とお疲れ様でしたって書いて送りました。あと写真、愛理さんとの写真をつけて送りました。オリリンさん、靴大丈夫だった？靴何のことだろう。あ、ん、福祉、あれか、いや、やばかったです、すごい焦りました。それか、そのことですよね。それそうだ、確かに忘れてた。そう、本当に大変でした。あの大変っていうか、なんかもう3曲目ぐらい、好きだぐらいから靴の3曲目でなんか紐が取れちゃって、壊れちゃって、なんかでとうとう、もうあと最後の曲なのにっていう時に脱げちゃいましたオンリートゥデイで脱げちゃいました。しかも何回もさ、あのそのペランペラになってる紐踏んじゃって、何回も転びそうになった。悲しい。もうそう、福岡のさ、福岡だって福島のさ、もう本当にそれが心残りです。ずっとかっこ悪いところ見せちゃったなって、すいません福島でしゅんかさん、ありがとう。バンジージャンプお疲れ、あ、バンジージャンプ頑張りました、ありがとうございます。楽しかったです。なんかやってみたら楽しかった、怖かったけど楽しかったです。むしろ冷静に入ってフロー、いやいやいや、もっと足の指先に力を入れてたら、てかオンリートデー、オンリートデーはあれはなんかもう脱げると覚悟して踊ってましたもうどうなってもいいって思って全力でやりましたね。はい、ロンズいいね、ありがとうございます。マイナーズのアイコンだ。マザエさんと仲良くなれそうですか？なりたいです。でも本当にお優しいし面白いので、とてもはい、なんか話しやすい先輩だなって思います。しゅうみさん、ありがとうございます。お花、桃のジェラート、桃のスムージー飲みましたよ。かっつんさん、ありがとうございます。ジュース、チューチューチュー、壊れた部分、この確かにオンリーズデーでさ、あそこ踏んだらもう大変なことになりそう。あずコロコロコローンって、劇場、あずちゃん、ん、あゆちゃん、トーク面白い、そうですか？トーク面白くないですよ。近くで写真撮られて大丈夫だった？びっくりしましたなんか背中まで緊張しました。こうやって待ってるじゃないですか。あの私は桃のジェラートとかいちごヨーグルト待ってたんですけど、待ってる背中でさえめっちゃ緊張するってなってました緊張しましたね、ちょっと。でも喋りかけてくれたから、いちごヨーグルト、あ、違う、いちごミルク、あ、違う、いちごヨーグルトみたいな動画が上がってましたそう、ちょっと緊張しましたね。けどなんか楽しかったです。なんか取材受けてるみたいな囲み取材受けてるみたいでした。アロハ、ありがとう。もう美味しかったですよ。めっちゃ甘いです。本当に美味しい。動画結構上がってましたよね。見ました。昨日ぶりハチさんね、そうね、レッスン着なの。そうだから、ひなのがさ、さっきさ、
餃子のさやつやだって言ってたじゃないですか。まあひなのよりはマシなんですけど、そうひなのは本当リハーサル始まる前、待ってひなちゃん本当にこれ出るの、え無理無理無理みたいなずっと言ってました。恥ずかしいね。でもね、リハーサル、公開リハーサルももうすっぴんで、でお客さん、まあでも前らへんには結構何人かいらっしゃったんですけど、の前で歌って踊るんですよ。しかもマイクのあれを確認しないといけないから、あれマスクとか取るんですよ。取ってすっぴんでヘビロテ踊りましたね。すっぴんでアイボンチューってやってるんですよ。めっちゃさ大丈夫なのかなって思ってやってました。私も公開リハってそういうことかって思ってやりました。びっくりしましたね、その時。こいつさんありがとう。すっぴんでやってましたよ。早く来た方は見れたんじゃないかな。リハから見れてニヤ、あ、トリッピーさん見たんですか。キャー。公開リハ、あ、確かにうまい、おっさんさんうまい。公開リハ、なんか違う意味で緊張しましたね、すごい。本番とは違う緊張の感じでした、公開リハは。あれ見れてよかった。見た方いらっしゃるんですね。リハ見れた、あ、ミトンさん見えましたよね。アスカちゃんもいたね。桃、そう、でもなんか楽しかったです。また出たいって思った。すごい楽しかったしね、楽しかったし、あのなんか荷物、あの最後にお土産を配る、来てくださった方にお土産を配るのがあるじゃないですか。そのお土産が重すぎてびっくりしました。はいはいって一個一個でめっちゃ辛そうな顔して私渡してました。なんか結構重くてびっくりしましたね。ね、重かったですよね。こいつありがとう。へーってへーって、頑張って福島。握手会ブルってお申し込みできないでいる。ブルってブルってブルってしてください。待ってます。桃食べれま、いっぱい食べましたよ。2キロだったの、重いね。ね、持って帰るの大変ですよね。皆さん何入ってたんですか、皆さんのには。まずは桃2つとなんか美味しいパイ入ってました。桃の美味しかったとか、冷やし中華とか入ってました。ペンギンプさんハートありがとう。お野菜、お米、うわビール、うわそれは重いですね。確かに重いですね。いいですね。めっちゃ野菜ですね。めっちゃ野菜でびっくりした今。そんな入ってたんだ、あのバッグの中に。お米は重いですね。でもめっちゃ豪華ですね。やっぱ素敵。まず握力強いかは、強いのかな、どうなんだろう。握手会でやりますか。おかしいか。日に焼けた、焼けたかもしれない。私本当に日焼け止めが嫌いで、あのお休みの日とかも全部さ、あのすっぴんじゃないですか普通に。それで外歩くのでね、
全然日焼け止め塗れないんです。なんかベタベタするの嫌いで。でもさ、やんないといけないなって思ってます。でも日傘はさしてます、心なしか。え、白ヤギから黒ヤギになるかもしれません。そうなるかもしれませんよ皆さん。どこらせん、あ、やばいやばい、お願い、よいしょ。ちょっとさ、でもさ、話すとさコメントが見れないよね。からどっちしろやっちゃうわ。メイク下地で使わないの、どういうことだ。メイク下地も塗りたくないんです。でメイクする日はちゃんとやりますよ、下地。劇場とかはちゃんとします。心が白いから大丈夫。大丈夫とは大丈夫とは、日傘さします。なんかかっこいいですよね。でもさ、本当に今年すごい日傘してる人多くないですか。え、私だけ思ってんの。なんか今年も本当に道歩いてる女性の方はほとんど日傘さしてるイメージ。なんか去年までそんなさしてるイメージなかったけど、どうなんだろう。なんかすごいみんなさしてるなって思います今年。女性の方の美容意識がやっぱ最近すごい上がってるからかな。お、僕もしてます。え、男性もするんですね。やっぱそうですよね、大事ですよね日傘。普通に暑いしね、日差しが。確かに雨降ってるとね、違います。日傘デビュー、みんな日傘デビュー。じゃあ日傘の売れ筋すごいんじゃないですか今年。どうなんだろうね、暑いもんね。日傘あるとなしだ結構変わるなって、初めて日傘を差して思いましたね。初見です、ありがとうございますよ。ジンオアさん、ありがとうございます。ハートたくさんありがとう。マロコユキ様ありがとう。シューミーさん、あずちゃんのおすすめの日傘、え、おすすめの日傘って何ですか。おすすめの日傘は遮光 100% のやつ。でもお高いんですよね、遮光 100% のやつって。なので一生大切にしないと、一生は嘘、大切にしないとって思います。うん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 、とあずはフリフリの白い日傘。あ、でも白いですよ。フリフリか、フリフリではあんまないけど、でもあの皆さんにおすすめなのが中が黒、外が白の日傘が一番いいらしいですよ。知ってる？知ってるか。どうなんだろう。なんか白で反射させて黒で吸収させるから、なんか中が黒、外が白がいいらしいです。豆知識なんで私はそうしてます。フォローしました、ありがとうございます。トリッピーさんえ、今日どうしました。オセロできるから、白できるからかな。白黒おすすめです難しいよ反応が。テンション高いのかな、トリピーさん。髪長めなので。ああ、そうなんですね。でも夏はね、夏本当坊主にしたいぐらい暑いですよね、髪あると。ベイスターズ、ベイスターズありがとうございます。遅くなっただって。ハンズとかでも日傘コーナー広かったですよね。今日何時までの予定ですか。いや予定11時。今日はちょっと遅めに
したので11時くらいかな。かわいい、ありがとうございます。セブンさんこんばんは。お話し会、あずちゃんのおすすめ申し込みました、ありがとうございます。そう、なんか勝手にあんまリクエストされてないのにキキとか入れちゃいました。いや、すごいやってみた。あの、私のちっちゃい頃からの結構夢だったんですよね。ここにリボンつけて、黒の、黒っていうかこう色、すいませんあ、もうやだ、危ない、危なくはないけど落ちる、すいません。朝のパジャマが見えるところだった、足の。今日下パジャマなんですよね。てへ、そう、何話してたっけ。キキだ、キキの話です。キキはそう、そうやってみたかったんですよ。で、赤の靴履いてみたいな、ずっと夢だったので、ぜひ皆さん来てください。キキ、キキアーズに会いに来てね。キキ一発うまい、それは上手。自分のことアズ呼び、あ、やばい、言われると恥ずかしくなるね。宣伝上手なんだから。いやいやいや、なので皆さん来てくださいね。なん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 来てね。え、サインもね、サイン、サイン会で楽しみ、すごい、何気にめっちゃ楽しみなんですよね。だし、え、なんかもうそれを機にめっちゃサイン上手くなりそうなので私のサイン、サインの上達のためにも皆さんぜひサイン会も来てください。ハートちゃんのサインゲットしてね、みんな。サイン当たりますよ。何枚とかあるんでしたっけ。そう、当たりますよ。あ、じゃあ皆さん全員の書きたいです本当にサイン、なんか暇な時とか家でもサイン書いたりしてる、勝手に。もうサイン上手くなりたい、なんかかっこよく書きたい、さささささーんみたいな感じで書きたいですね。あず絶対サイン当てる。そうなので皆さん来てくださいね。おいでおいで。 YSK さんありがとうございます。ジュース、サイン当たります、当たります。10枚ぐらいなんですね。はい、当たります、大丈夫です。ぜひ来てくださいね、待ってますよ。まず早くお話ししたい。なんかさ、ショールームだと本当に一人で喋ってる感じだからさ、早く私は皆さんとお話ししたいです。アズって首長くない？首長いです、アズ。なんかさ、コンセント見えて嫌だな。首長いですよ、アズ。てか撫で方だから首が長いのかもしれない。肩が落ちてるから首が長く見えるというのもありますね。だから、あの、ただいま恋愛中の衣装と、ただいま恋愛中の最初の衣装あるじゃないですか、時とか、もうここが全開じゃないですか。すごい首長く見えますね、あの衣装。お話し会緊張してな、緊張 しないでください。でもアズは緊張してても大丈夫です、私が緊張ほどきます。ガッツさんありがとうございます。ガッツさん美人ありがとうございます。シュミさんありがとう。
そんなことないです、シーレさん。ヤギじゃなくてキリン、あずき、そうかもしれない。キリン、キリンっぽいかも、あずって直感。そう、着物や浴衣が似合うって友達に言われましたね。撫で方はそうだよって言われました。逆に言うと着物と浴衣以外あんま似合わないみたいな記憶力いい？え、でもなんか本当ファンの方って結構なんか私なんか個性あふれてて覚えやすいですよし、本当に何回も来てくださってる方とかはもう結構覚えますね。そんなことないよ、ありがとうございます皆さん。安心して全部可愛いから、ありがとうございます。ピッピーさん、トシーレさん、ありがとう。バカ、覚えてもらいたいから会いに来てください。個性か、てんてんてん。いや別に個性なくても、個性ないって、でもそんな人いないんですけど、なかなか皆さん覚えやすいですよ。はい、もう藤京さんとかも分かってますからね。カッスーさん、ありがとうございます。あと10月に来て嬉しいです、待ってますよ。次はの波動だ、お頑張る。顔小さくて踊る、嘘、私本当に顔ちっちゃくないんですよね実は X をまだ、あ、やばい、そうですよ、 X ですよX、 だからポスト、ポストですよね、 X とポスト覚えました。昨日誕生日で、一生忘れない誕生日、すごい、すごいね、昨日誕生日だったんですね。で来てくださったんですか、ありがとうございます。じゃあ一緒に過ごせましたね。いや顔めっちゃ小さい、ありがとうございます。受話器みんな、本当にそれはそうです。一回しか会ってないのに覚えてたもん。そうでしたっけ。でも覚えますよ私は。来てねみんなね。時間空くの悲しい、本当に悲しいよ。早く会いたいし。あずだと何やったんだっけね、ハロウィン、ハロウィンとクリスマスと婦女さんとキキと猫だ、猫ちゃんだ、猫ちゃんやりました。2ヶ月長いですね。あ、そうだ、セーラー服も、そうセーラー服本当にね私着てみたかったんですよ人生で。なんか本当に高校も中学も、中学も高校もどっちもブレザーだったので、なんかセーラーに憧れを持っていたんですよ。だからもう着るしかない。でもしかも制服、制服見たいっていう方も多かったので、はい、着ちゃいます。まだいけます、多分まだ1年しか経ってないからいけます。どんな感じのセーラー、確かに選ぼう、ちゃんと何着たいのか。
そう、ブレザー多いですよね今。もうコスプレか、悲しい。楽しみ、え、なんか楽しみ。早くあずさ、めっちゃいっぱい来たい。楽しいね。コスプレとかほんと人生で一回もしたことなかった人だから。あのめっちゃちっちゃい頃とかは魔女、百均になんか仮装セットみたいになってた魔女とか着たことはあるけど、それ以外あんましたことないから楽しみ。めっちゃみんなも楽しみに待っててください。ココリコさんありがとうございます。メイド服、メイド服どうですか。え、なんかさ、めっちゃさ考えたんですよ、メイド服。ハロウィンとかメイド服どうかなって思ったけど、え、アズってメイド服似合う人でしたっけって考えて、どうだろうって話してましたね。大丈夫ですか。なんでも似合うよとか言っちゃダメですよ。本当に大丈夫ですか。怖い。似合うそう。チャイナ服、あ、チャイナ服ね。チャイナ服めっちゃ多いですね。え、そんな定番なんですか。え、久保ひなのお話し会をひなちゃんとおそろコーデ、え、したい、したい。いや、そういうのしたい。え、しようしようしよう。久保ひなのしようぜ。あ、カラオケ可愛かったよ。いっぱい見た。いいじゃない。久保ひなのしよう。確かに私はアイドル。何でも似合わなきゃ。メイド服着るんだひなの。じゃあ着よっかな。ねえ、トゥーって何？おそろコーデできるトゥーとか、アズトゥーの久保ひだのさんのみたいな、トゥーって何ですか。トゥーってうへへへ、保護す、あ、候補探してくんね。え、絶対やろうね。オッケーオッケー。ひなのが忘れるやん、アズは忘れないよ。ドローンします。あれ、ハゴヒーボーイさんありがとうございました。T.O. T.O. って読むのこれで。あきさんありがとうございます。これはくまタワー、くまタワーありがとうございます。ありがタワー、くまタワーありがとうございます。かわいい子がいますよ、みんなありがとうございます。トゥーって言うの初めて。ありがくまたわ、ありがとう。みんなトップウォーター、へえー、普通にトゥー TO トップ、そういうこと、すごい深いですね。やっぱなんかファンの方って深いですよね。ペンギンプさんありがとうございます。とっても丸、確かにとっても丸。わらわらわら、なんでもいけるじゃないですか。そしたらとにかくお腹いっぱいとかで T を使おうかな。トゥース、トゥース、とりあえずお肉、
うまい。でまずこうやって自分で言っといてさ、すぐ忘れるからさ、多分使わないもんこれから。だって何でもいけるね。とにかくお腹空いたとか、え、何でもいけるわ。あずちゃんはあずの2目指してる。だって皆さん負けないでください。ひなのに、ひなのね、ひなのそこまで別にあずのこと好きじゃない気がする。どうなんですか。そんな好き？絶対嘘だよ。服は振りかないタイプか。そうです。ひなのに譲ります。なんでですか。ダメですよ。ひなのに負けちゃダメだよ。いや勝てんし、え、勝てます勝てます、全然勝てますよ。愛が伝わってない。怖い怖いよ。ひなのビジネスなの。だってひなのには勝てん。ダメ、勝ってください皆さん。ひなのちゃんはガチ。わかんない。今も欲しい、いっぱい集めてポン、欲しい、今も欲しい、いっぱい集めてポンポンしてるの。本当にどういうことだろう。本当にわかんない。どういうこと。今も欲しい、いっぱい集めてポンポンしてる。難しい。あ、欲しい、欲しいか。今も違うよ、欲しいだよ。え、しないでねえ。ひなのさ、最近課金を覚えてさ、よくないんですよこの人。皆さん止めてください。やめてひなの。じゃあその課金してくれた分アズがおごるわ。ジュースをおごってあげる。欲しい。じゃあここら辺にぴょんぴょん来てんの、ひなのなのかな。嘘だ、みつきさんだ。ぴょんぴょんしてる人わかる。そう課金するんです最近。なんかこの間とか結婚してのやつを投げてきましたね。それじゃ対等な関係ね。怖い。怖いよひなの。じゃあひなのどっか行こう今度。と、すしおさんありがとう。だるまそのうちをしながら。面白いよね。前代未聞。本当だよ、そうだよ。あのもびっくりした。コメント拾って拾うよ。よかったねひなちゃん、お出かけ楽しむ。お出かけしたいな、みんなと。ひなのは JK って感じする。えー、でもどうなんだろう。する。えー、わかんない。する、みんなする、みんな JK って感じ。18期アズオタさんとはちょっと話さないねそこで。タワー投げたらちょっとおいってなるよ。梅干し飴、梅干し飴美味しい。え、アキさん、え、またまたアキさん、さっきも、え、ありがとうございます。クマありがとうございます。ありがとうございます。サングラスクマさんが2匹おる。かわいい。
めでたわ、ありがたわ、あきさんありがとう。そうなんです、さっき何話したんだっけ、してないかな、もう。トゥーもいつかはタワーを投げるのかなどうなんだろう。ペンギンプさんありがとうございます。アロハー。トゥーの話かしら、トゥーの話か、トゥーの話全然戻ることないか。みなタワーの前に握手会行ってみようじゃあひなのレーンで待ってますひなのがレーンなら部費が来るのかな。お風呂上がって戻ってきてもありがとうございます。やったー、戻ってきてくれた、早い。また事故るところだった、危ない危ない。あ、ね、同じこと2回もする今。鳥さんありがとうございますね、皆さんと一緒にひなのが並んでるかも。ジラツさんありがとうございます。ワンチャンオンライン、オンライン確かに行けるかもしれない怖いわさすがに、ひなのが出てきたら。ん、アズとお出かけって可愛い人だったら、アズと待っててね、可愛いアズ撮ってくるねねえ、何も言えないですって皆さん。ガッスーさん、ケンケンさんありがとうございます。へへ、ありがとう、ひだちゃん待ってる またさ言ってる、邪魔するわけにはいかないのでって。最後にバラ投げる、いら、やめてバラ、やめてバラバイバイひなの、またね。コーヒー終わったんだ、コーヒー見たかったな。久保ひなの来たよバラありがとう、ありがとう、ありがとうなのかな、ありがとうカスさんありがとうございます。やった、ありがとうございます。あ、コーヒーの配信からいっぱいみんな来た、ありがとうございます。かわいいサイさんありがとうございます。 KSK、 あ、YSK さんありがとうございます。あ、ゴイさんありがとうございます。ペンギンプさんもたくさんありがとう、トクトクトク、ありがとうございます。いや、コーヒーからいっぱい来る。アズの浴衣見たい、え、あの浴衣着たいけどな。でもこうやって着るだけでもさ大丈夫かな。あ、そう、絶対できないんだよね着付け絶対できないんだよねアズって。一発一発ルームでね来たね。ね、なんでひなのまだいるよ、やってあげるって来たんだけど。あ、そういうことやってくれんの、洋服ね、着物ね、あ、浴衣ね。じゃあやって、ひなのうまいからやってほしい。え、あきさん、くま、ありがとうございます。え、さん
回も、え、ありがとうございます、ありがとうありがとうございます。かわいいクマが3人おる、ありがとうございます。ありがクマ、ここじゃないか、スクショタイム急な、ありがとうございます。宝くじ当ててお話し会行きたい全部来てくれますか、アズに当てたら。皆さん来てください。アズは前回のお話し会じゃお話し足りないです。おしゃべりマンがさ、おしゃべりマンなのでさ全然足りないんです。もうね、いっぱいお話ししたい、楽しい、長電話するありありです。お話し会じゃ何の話題、わかんないけど、本当になんかもう食べ物の話延々とする人もいるし、劇場の普通のあの感想とかを言ってくださる方もいたり、とにかく笑顔になれます、皆さんとおしゃべりできるの。ウィンクください、手もついちゃったってやっちゃった今、変な。お話し会だと常にドキドキしちゃう。握手会ね、握手会か、楽しみ。そうだ、お話し会じゃないんですよ、もう握手会って言うんです。そうですよ、挨拶、感想、好きになったきっかけね、確かに。でも今回の、ま、今回のお話し会では結構そうでしたね、なんかどうや、なんで好きになってくれたのかとかを言ってくださる方も多かったりしますね。あずと笑い合うのが一番、いやめっちゃね、なんかみんな面白いし、なんか本当に笑顔になっちゃう。もうなんか終わった後めっちゃ口角痛いですもん、ここが。てかずっと上げっぱになっちゃう、終わった後もずっと上がってる気がする、あず口角勝手に。そうですよ、握手会ですよ、皆さん楽しみです。あずちゃん初めましての時も話しかったでしょ、嬉しい、嬉しいです。昨日の劇場見てコーヒーの印象で気になってます、あー嬉しい嬉しい。でもコーヒーとアズで結構気になってる方もいらっしゃいますね、なので嬉しい。下町のカシタさんありがとうございます。なかなか会えないの行こうとしたら、配信は大事、こういう配信は大事です。はい、みつきさんありがとうございます。配信ね、私もっとしたいんですけどね、本当に今日なかなか時間がね、なくて。フォローしましたありがとうございます。握力3時ないですよ、私めっちゃ少ないですよ。そう、すごいロコが走ってますね。こんばんは。でもなるべくしたいですね、皆さんとお話ししたいし、アズを知ってもらうためにしますね。
ショールームで釣られた。本当ですか？アズのショールーム。ありがとうございます。そう言ってくださって。モチベです。もうすぐ23時かな。あ、確かに。どうしよう。どうしようか。23? どうしようかな。どうしようかな。何時まで、何時までやりますか。30分、あと30分やろうかな。久々だしね。久々だし、あと30分やろうかな。延長です。延長かな。延長です。サイさんありがとうございます。じゃあ延長しましょう。明日朝早くないんです。だからこの時間からやってます。ドラゴンさんありがとうございます。やった。皆さんは朝早い方はあんま無理しなくて大丈夫です。あずとノロノロおしゃべりしましょう。この時間に、この時間帯にできるのはあずとコヒのみなので特権ですね。18禁の中では。なのでたくさんおしゃべりしましょうね。アズが22時以降配信できるのが違和感しかない。なんで？アズは大人ですよ。そう、アンコーヒー特権です。これは露子ちゃんは一応事務所的には9時までになってます。10時だっけ。なので足音の出演になるかもしれない。高2ぐらいだと思った。でもまずさ、よく幼いねって言われます。副書タイム、副タイム何かいいかな。あとなんかあるかな。わかんない。ロコちゃん単押しなのやめてください。ダメですよ。アズウィズロコならいいです。おま、アズも好きでありながら、じゃあアズを好きでロコはおまけでお願いしますペンギンヒップさんありがとうございます。タンタンタカタカタンタンタカタカタンタンタカ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 。アズのロコちゃんの言い方好き。ロコポーズ、ロコポーズ。今ねロコの尻尾ねこんなんなんだよね。これが尻尾だとするじゃん。こうなんだよね今。ここなんかめっちゃ丸いんだよね今。かわいい。かわいい。かわちいです。まずはアズちゃんって呼ばれるのと、でもアズちゃんってファンの方にはよく言われます。コールもアズちゃんですし、アズってあんまね、でもあんまいないかな。でもアズちゃんが多いかなって思います。まずは何でも大歓迎です。シナモンっぽいね確かにAKB 入る前のあだ名アズですね。もうアズでしか呼ばれないです。本当に自分の名前忘れちゃうもん、あずきっていうことを。アズ慣れが必要ですねアズちゃんでもアズでも何でも OK です。まだまだ福岡イベント写真撮らせてもらうのかも。週末にありがとうございます。載せてないかってか。
ぜひお願いします。そう、3文字だとね、なんか 3文字大変なんですよね。レターズさん、クマありがとうございます。クマ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 、子供じゃないよクマみたいなありましたよね。最初ずっかすにてんてんかすにてんてん迷ってた。いや、結構今でも間違えてる方いらっしゃいますよ。つにてんてんです。はい、 Z です。 Z、 あ、つにてんてん、そうですよ、つにてんてんですよ。 Z、どっちでも Z なの？あれ？スニテンテン、スニテンテン、あ、そうか。え、Z 以外何があんだ逆に。わかんないもう。わかんない。あ、CM さんありがとうございます。ミラーボール、ミラーボール。ちょうどね、私ミラーボールの歌割りなんでね。あ、GU、 あ、違う違う、 DU、 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 DU ですね。それが、それが巣に点々。いや、でもさ、どっちでもありなのか。あれ、どっちでもいいのか。ありが、ありがっていう。やばい、今日髪もさもさ、何もしてない、前髪しかしてない。おんまゆにしたことありますよ、いっぱい。コールはあずちゃん、そうです。ショートにしたこともあります。一生しないって思いました。天才だ、天才。あ、あずちゃんです。あ、でも全然大丈夫です。もうあの、あんまそんな気にしないで大丈夫です。どっちでも、どっちでも良くはないけど良いです。はい、大丈夫です。え、ショート時代、いや、ショート時代の写真本当に嫌いだから全然撮ってないんですよね。でもあるのかな。私ちょうど中学3年生の時がショート時代ですね。もう受験で大変だったので切っちゃいました。髪洗う時間無駄って思って切っちゃいました。ショート全然似合わなかった。え、多分あれ切り、あ、友達に切ってもらったから。やばいこと、中学生の普通の同い年の子に切ってもらいましたね。こんな髪長いのにこれぐらいまで切った。それで次の日、その時はいいんですよ。でもお風呂入ったらもうボッサボサになっててびっくりしました。え、だからかな、だからやばかっただけ。それちゃんとさ、美容室行けば似合うのかな。すごいいい経験をさせてもらいましたね。すごいよね、本当に。結構ベリーショットでしたね。顎よりは上でした。それは切らした。そう、なんかでも、え、髪切りたいんだよね、もう本当に今すぐでも切りたいみたいな話してて、え、じゃあ切ってあげるよって言われて、え、切れんのって言って、多分うまいよって言うからやってもらったんですけど、まあ、案の定ダメでしたね。めっちゃ面白かった。YSK さんありがとうございます。クマ、ちょっとさ、ママ
聞こえる。アズの、アズの配信見てますよ。絶対聞こえてますよね。言っといた今。ケース、ああ YS ケースありがとうございます。またクマ。そう、そんな軽いノリで私の髪がおさらばしましたその時。あるかな写真。あったら載せたいな。あるのかな。どうだろう、見てみましょう。あのままこんばんはですこんばんはですって言わなくても大丈夫です。ショールーム見ますね、よく親は。メール限定で。そうです、それはね、さすがにツイッターには載せれないですねあるのかな。え、ないかも。なかったらごめんなさい。あ、そう、本当にちょっとあんま中学生だしあんま写真撮ってなかったけどさ。多分マイヨの友達全然うまくありませんでしたね。可愛くなかったら無理しなくていいよあ、 ありがとうございます。確かに可愛くないの載せたら気まずいよね絶対。リップ濡らしてください。こんばんは、こんばんは、はるるさん、あ、はるるさんこんばんは、こんばんは。通りましたね。こんばんは、こんばんは。この前ヘアクリームもだいあれすごいよね。あれどうしたんだろう、あれ暑かったのかな。絶対可愛いのでありがとうございます。でも普通に髪 はやばい。あ、でもさ、あれ確かでも整えに行った気がしなくもない美容室に。あ、行ったっけ。そのもんじゃなかった気がする。どうなんだろう、普通に親に怒られた気がする。何してんの連れてかれた気がします。そうなんです。あの美容師さんにもびっくりされましたね。そうだよね髪のことだ話せ。今じゃあこんな伸びましたっけ、こんな成長しましたよ。え、待って、私さ、お披露目の後から切ったんですよちゃんと。なのにもうめっちゃ伸びてる。え、お披露目ぐらいめっちゃ長かったですよね。え、もうそれぐらいになってるんだが、めっちゃ伸びました。あず、どうしよう、また5センチぐらい切ろうかな。なんか、え、どうしようね。ロングすぎるのもあれだけど、でも今がちょうどいいかも。今がちょうどいい。これ以上伸びたら切ろうかな。じゃあ、ほんと髪綺麗だね。嬉しい、ありがとうございます。でも私今日ね、アイロンも何もしてないですよ。髪の毛にか、こっちに関しては前髪だけ。だからほら、ちょっとうねってしてる、こうなってる、はい、気になる気になる気になる。身長は伸びないですね。もうでも160です。160あればまあ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 、163ぐらい欲しかったけどなって思ってますね。ダンスの時なびく髪が好きです確かにロングしか勝たんですよね。なんでそんな髪さらさサラサラです。でも嬉しい。でも18期にも行ってもらえますね、ありがとう。
あずちゃんは髪染めたいの？あんま染めたいって思ったことはないですね。そう、染めたいって思わない、まだ。もう1年くらい身長伸びますかね。期待します、伸びるに。本当？じゃあ161とかいく？もしかして、もしかして、もしかして行くかな。あずは黒髪が一番似合うよ。本当？ありがとう。じゃあ黒髪で行こうかな。でもそうですね、確かに。でも普通に痛むの嫌だかも、髪染めて。だからあんま染めたくないかも。基本ストレート多いですね、私は。やっぱ楽。じゃーん。目指せ165。公式だと159なんですけど、でもその時は 159.6 だったんです。でもその時にももう160って言っとけばよかったかなって思った。でももう絶対今160あるから、160に変えてもらえますかって言おうかな。変えてもらえるかな。そうだよね、四捨五入するともう160なんですよね。だから難しい、難しいじゃない。だからもうその時から160って言っとけばよかったなーって思います。初見です、ありがとうございます。約160ってやってもらえばよかった。約160ですって。多少持ってもかまへんよ。多少持ってもかまへんよ。だってゆいちは身長160いってんのかな。いや159だと思う、ゆいちも。1センチ買ってるぐらい。あずがもうゆいには抜かされますね、絶対 100%。 アロハ鳥さん、ありがとう。ゆいは伸びますよ、あれ。足のサイズめっちゃでかいですもん。ゆいは本当に18期、じゃあ足が本当一番でかいぐらいでかいですね。それは伸びる、絶対伸びます。ゆい、やだー、ゆいに抜かされたくないの。ゆい165いきそう。そう、食べるし、そう寝るし、だからめっちゃいいと思う、伸びると思う。ゆいが一番高くなってるかもしれませんね。どうなんでしょう。ゆなちゃん何気に18期で一番、そう、ゆなはちっちゃいですよ。ゆなは一番ちっちゃいんだっけ。そうだよね、ゆい、そうだよね、一番ちっちゃいですね、ゆな。でも言うてユナでも150後半ではあるから、まあ、18期が全体的に背高い気がする。うん、156ユナは確か。夢見まだ伸びてるんだ。夢見伸びないでよ。そう、18期大きいんですよね、なぜか。そうだからよく背の順とかで並ぶ時とかあったりしたら、ユナユナみたいな感じにしたりしますね。ユナもちっちゃいですよ、かわいい。
なんか17期生さんと横に並ぶ時とかはなんか18期でかいなって思います。よく結構17期生さんは小柄な方が多いので、ね、18期大きいなって思ってますね。公演どうでしたか？公演楽しかったです。楽しかったですよ。ありがとうございます。見てくれたかな。MC 言ってましたよね。ホテイさんが18期はみんな身長高くてすごいと思いますみたいな言ってましたよね。可愛いって思いました。でも身長低いのもめっちゃ可愛いですよね。なんか私中途半端、大きくもちっちゃくもない、中途半端。お手紙届きましたよ。お手紙ありがとうございます。読みました。あいた。ありがとうございます。皆さん本番にゃ。チェノエセイさん仲良くなりました。あと10分です。そう、理想的な身長。本当ですか？じゃあ自信を持っていきますね。おお、はちゃさんありがとうございます。ねえ、もう20分経った。あれから早い早いですね。小市さんありがとうございます。パカ。17期生さんとのエピソード一つ。でも本当になんかお互いを可愛いって言ってるってすごく仲いいなって思いました。褒め合いがすごくて、そこが18期と違うなって思いました。なんか18期はどっちかっていうとちょっとあのバカにする方が多いですね。なんかふざけますね18期はよく。ヨジさんありがとうございます。そう、ほんと17期生さんは、あ、お、ミラーボールありがとうございます。ヨジさん18期は褒め合うんですけど、もちろん褒め合うんですけど、なんかいじり合いが多い気がする。そう、ロコちゃんの足音聞こえた？今ロコちゃんゲップしたよ絶対。ごめんね、ロコちゃん、ロコファン減ったわ今の瞬間で。でもそれが好きです。あずま18期の肘伸びるタイプ。でもなんか私ほんと褒められるのあんま得意じゃなくて、なんか同期とかに褒められるのあんま得意じゃないから楽しいです。M ではありません。一番いじってくるの誰？分かんない。みんないじってくる、みんないじってくるよ。そう、ロコちゃん一目見たい。ロコちゃんはもうどっか行っちゃいました。出演禁止なのでどっか行っちゃいました。しゅみさんありがとうございます。あと、そう、楽しいです。うるさいですよ18期本当に。早く会いたい。もう最近全員で集まれてない。あんま福岡のやつとかあったり、公演もあの混合だったしみたいな感じで18期全員と会えてない。もうさ1週間会えてないぐらいでもうこんな寂しくなるんだって感じですね。あ
早く会いたい。福島早く会いたい、早く会って早く一緒にレッスンしたいなって思いますね。そう、明日カスミンとユーミンがなんと金スマさんに出させてっていうか私じゃないんですけど出るみたいで楽しみすぎます。しかも私がすごい好きな桜の花びら、その桜の花びらと会いたかったをやるみたいで、おめでとう、絶対見ますってか録画しますね。すごいですよね、今日選抜さんとかと一緒にやるのですごいなって思いました。私もいつか出れるように頑張りますね、楽しみ。あ、もうテレビ出たいですね、選抜。でもやっぱ私だけの力じゃ難しいので、皆さんの応援あってからこそです。頑張りますね、アズも。なので皆さん、アズをこれからもよろしくお願いします。ヤギアズキをよろしくお願いします。ずっと応援するよ、ありがとうございます。その日は近い、頑張ります、ありがとうございます。選挙みたいな、ヤギアズキに一票お願いします。なのでお話し会とかアズのこと知っていただける画面機会をたくさん作れたらいいなって思います。バイエスケースありがとう。あ、お一発かましてましたね。みんなお願い、アズ応援してって言ってくれました今。ありがとうございます。お話し会でも今はやっぱお話し会来てほしい、来てくれるのが一番嬉しいなって思います。すごいすごい、ロコちゃんも言ってくれてますね。すごい言ってくれてる。あ、 ISZ2271 さんありがとうございます。クマ、そうですね、あーもうすごい今真面目な話してるんですけど、ロコちゃん。ロコも必死に訴えてくれてるかも。じゃあ告知してくれてんのかな。そうですね、私も早く完売できるようにたくさん頑張りますね。で皆さん、お話し会来てね、絶対後悔させません、絶対。収まった。あ、もうすぐ23時30分になりますね。ではあれを、壇上を読んでいきたいと思います。ランキングか、ランキング読んでいきたいと思います。ライブランキングです。はい、いきます。13位、みつきさんありがとうございます。12位、サイさんありがとうございます。11位、 ISZ2271 さんありがとうございます。10位、シューミーさんありがとうございます。9位、コウイチさんありがとうございます。8位、シュエモンさんありがとうございます。9位、ペンギンヒップさん、ん、あ、
ジュイ、シューミーさん、ありがとうございます。変わっちゃったのか今、すいません。9位、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。8位、ハチャさん、ありがとうございます。7位、サムチのカッソさん、ありがとうございます。6位、メイスターさん、ありがとうございます。5位、鳥さん、ありがとうございます。4位、あ、変わってる、すいません、もう一回。 ISZ2271 さん、ありがとうございます。3位、ヤギ沼から抜け出せないジラッチさんジラッチさん、ありがとうございます。2位、 YSK さん、ありがとうございます。1位、アキさん、ありがとうございます。ありがたわ、3回もありがとうございます。ありがたわ、楽しかった、あも楽しかったです。101位ロコちゃんありがとう、皆さんも遅くまでありがとうございました。お付き合いぜひまたやるので来てくださいね。お疲れ様、ありがとうございました。おやーず、おやーず、お疲れ様でした。じゃあまたね、ありがとう、バイバイ。